暑いな、これ久しぶりのバンクですね。どんな感じですかね。人がいないうちに、さっさと、もう周回されてる方がいますね。さて行きますかね。バンクは久しぶりだと怖いんですね。これね、暑い。熱風が、かなりの熱風が来ますね。もう始まっちゃうのかな。バンクの上まで登ってみたいですね。相変わらず怖いですよ。これ落ちそう。滑ったらずるずるっと大根おろし。早い集団が後ろから来ますから、ここで行ってもらいましょう。あんな下走ってる超怖いんだけど、意外とこれ下りで加速するんですよ。下りになるんで、ちょっと後ろつけて集団走の練習ですね。意外とこの練習で体力を使い果たしてしまうことが多いんで、軽くアップ程度にしておきたいですね。あ、いい感じでピストの方々が回してますんで、ちょこっとおこぼれをいただきに参りたいと思います。一発かけて終わりたいと思いますね。こんな感じですかね。いやー、一回かけただけでしんどい。で、4名まで決勝、4位まで決勝ね。じゃあ行きます。
いいですか、そのまま落として。あ、サドルの、はい。はい、ということで、無事、予選と決勝、事故、怪我等なく走り切ることができましたけど、やっぱりスプリント力と持久力両方とも試される競技なので非常に辛いですね。まあ面白いですね、やっぱりこういう大会というか競技は。また時間の都合さえ合えばね、こういうの出てみたいですね。まあ今日はゆっくりストレッチして、多分明日は足腰ガタガタだと思いますので、しばらくトライアスロンの練習中止になっちゃうかな。どうもご視聴ありがとうございました。